部屋に戻らずに遠くのことを考えているうち、夜はすっかり更けていた。誰もいない。渋谷の街を眺めながら思案を巡らせるけど、道具を説得できるだけの言葉は思いつかない。どうしたらいいんだ。このままでは道具による犯人探しが始まってしまう。みんなが疑心暗鬼になり、取り返しのつかない状況になってしまう。そういう強い直感があった。東国が求めているのは、僕たち8人の中での居場所ではなく、物理学の分野で成功して天才一家で認められることなのだろう。覚悟を決めてしまった東国はもう誰にも止められない。容赦のない追及をみんなにしていくだろう。どうした？そんな思考を巡らせていたときに、足音に気づいた。足音？あ！あれは、カレンちゃんか？もう深夜なのに、一体誰だろう？ニコイド。どこどこ？ああ、こっちか。カレンちゃん、どうしたこのタイミングで？二人気になるタイミングを探ってたのか。確かにそうだな。よくよく考えたら、あのパーティーの時だって、ユリアちゃんと二人きりで話している時も、ずっとこっちを見てたような気がするな。あれ、京介くん結構女の子にモテモテなんじゃないの。あ、偶然ですね。これあって感じは偶然ですね。ごめんなさいね、勘違いして。待って、二階堂。どうして逃げるんだ。この世界に来てから僕のこと避けてるよな。僕が何か気に障ることをしてしまったか。別に。じゃあ少しだけ話さないか。僕の言葉を無視して再び遠ざかろうとする二階堂。何を言えばいいかわからない。その瞬間、僕の中である記憶が戻った。何？二階堂って東国と仲良かったよな。それがどうしたというの。そしてこちらに振り返り、やっとまともな返事をくれた。なんか確か何だったっけ、共犯者ミーティングっていう東京クロノスが発売されるまでにちょくちょくやりよった生放送があってね、生放送というかイベントがあって、生放送で見よってんやけど、それの一番最後の朗読会で、確か京介くんとユリアちゃんとカレンちゃんの3人の過去の小説の朗読会があったんよね。その3人の朗読話があるってことは、確かにユリアちゃんとカレンちゃんが仲良いって考えてもおかしくないんか。しかも大事なことを思い出した。そうだ、二階堂と東国は仲が良かった。東国が一方的にいろいろな難しい話をするのを、二階堂が嫌な顔一つせず楽しそうに聞いてあげていた昔の光景を思い出す。まともな考えをくれるかわからない。無視されるかもしれない。でももう他の手段がわからない。二階堂を頼るしかない。仲の良かった二階堂だった、カレンちゃんだったユリアちゃんのことを、何かユリアちゃんを止める手立てが分かるかもしれない。東国が本格的に犯人探しを始めるみたいだ。東国は一刻も早くこの世界から出たがっている。僕だってこの世界から早く出たい。でもみんながお互いを疑い合うような、そんなことは絶対に嫌なんだ。昔みたいにみんなといられる今この瞬間がとても尊くて大切にしたいんだ。なあ二階堂、どうすればいいと思う。どうすれば東国は思いとどまってくれると思う。東国さんは具体的には何て言ってるの。自分が求めているのは僕たち8人の中での居場所ではないって。まさかカレンちゃんもそう言うんじゃないだろうね。そう、東国さんが
論理的に私たちの切り捨てを最善解だと判断したなら、それを覆すことはできないわ。確かにそうだけど、これに関しては多分論理とかじゃない気がするんだ。東国は意地になってる。他の道が見えてない。家族に対してのコンプレックスやな。今自分が進んでいる道が東国自身をも不幸にする道だって気づいていない。止めないと。東国さんが不幸になるからといって、それがあなたと関係あるの？あるよ。ないわけがない。どうして？どうしてって。と、その時僕は自分の胸の中に久しく忘れていた感情が芽生えつつあることに気づいた。なんだ？それはきっと責任感とか義務感とか、そういうものだ。それらに促されるようにして僕は言う。僕は確かに自分のことすらちゃんとできないような頼りない人間だけど、だからって自分のことだけを考えたりはできない。全員を導いていきたい。それが京介くんがリーダーだったゆえんかな。みんなに対する責任を手放したくないんだ。僕にはみんなを導く義務がある。そう思っていたいんだ。責任感が強いやな。叫んだ瞬間、耳の奥で声が鳴り響いた。ヒーローみたいだね。今の声は一体誰のものだろう。誰？誰の声でもない。誰かは思い出せないけど、きっと僕はこの声に恥じないためにリーダーをやっていたのだろう。それを思い出せれば僕には十分だった。誰だったんだろう今の声。なんか小さい頃誰かに引っ張ってもらいたい、ね、え？ヒーローだと認めてくれた誰かがおる。そう、あなたは本当に昔のあなただったのね。うん？あ、ごめん二階堂、急に大きな声を出したりして。お父さんにぬいぐるみを買ってもらったんだ。ん？え？何の話？東国さんが昔そう言ってたの。あ、パディのことか。え、ってことはぶっちゃけ言うたら、今お父さんとのつながり、唯一のつながりがあのパティだったんかな。物理を頑張ったらお父さんが褒めてくれて、ぬいぐるみを買ってくれるって話を嬉しそうによくしていたわ。はあ。二階堂のその言葉を聞いた直後、ある記憶が鮮明によみがえった。何を？この回想でなんかユリアちゃんとお父さんの関係がわかるんかな。東国の父を招いたシンポジウムがあった。月に一度開催される学校でのシンポジウムはいつもはつい眠ってしまうのだが、話が面白くてつい身を乗り出して聞いてしまった。シンポジウムって何？なんかいやらしい言葉に聞こえてくるんだけど。東国の父を尊敬するとともに、東国ユリアってやっぱりすごいんだなと改めて感じた。もう随分と彼女と話をしていないが、誇らしい気持ちになった。俺あの子と友達なんだぜ。お？そのシンポジウムが終わり、教室に戻る途中だった。過去の京介君、これ先生かな、この黒いやつなんか缶コーヒーのボスに出てきそうな感じのシルエット。ホールから教室に戻るまでの渡り廊下に東国の父が立っていた。お父さんか。僕の姿を見つけると、君が桜井君。渋いお父さん、声が渋いな。君が桜井君。あれ、そういう人ってあれやな、メインキャラ9人以外の CV 初めて聞いたな。誰なんだろう声優さん。と声をかけてきた。あ、はい、そうですか。
僕は教室に戻る列から外れ、遠くの父と共に少し離れた。なんすかね、将来の結婚話ですか。一体何だろう、何かしたっけ。娘とは仲良くしてくれてるみたいだね。あれ、本当になんか婚約の話みたいな話になってるよ。お父さん、あなたのことお父さんで呼んでいいですか。いや、まあ最近はあまり話してないですが。まあ君の家も大変だろうからね。ん、京介君の家の事情知っとんか。家族ぐるみ、家族ぐるみの関係。え、そうですかね。両親を亡くしたことを言ってるのだろうか。両親亡くしてるの。あれ、京介、お前両親亡くしてたんじゃ。いや、さらっと言うけどさ、さらっと言うけどさ、結構重いことさらっと言うな、お前。しかしそれはもう何年も前の話だ。なんで今さら。まあいい、私が話すことでもないだろうから。ん、何か知っとん、両親が亡くなったことに関しての。あれ、何のことを話しているかはよくわからなかった。そういえばユリアさん、すごいですね。基礎物理学賞だなんて、すごすぎてとても同い年にも思えないです。そうやな、もし俺が現実でさ、同級生にその基礎物理学、その名前、噛みそうな名前のやつ、噛みそうな名前のやつ手に入れたみたいなこと言われてもピンとこん。ああ、ありがとう。まあそれも複雑でね、多分ユリアは基礎物理学賞のことなんか何とも思っていないんだ。え？表彰式の時も全然笑っていなかったしね。あ、でもあれか、これまでの話からしたらユリアちゃん、賞を取るっていうことよりも父親に認められるってことがメインになってるけん、そうか、賞自体はどうでもいいってんは確かに的を射とるような感じか。え？表彰式見に行っていたんですか。意外だった。中継で呼ばれても登場しなかったので、てっきり妹さんのところに行っているものだとばかり。ああ、やっぱりお父さんなんやな。授業参観どう無理してでも両方の方に、両方ともに行くタイプのお父さんなんじゃ。少し遅刻はしたが会場にはいたよ。お祝いのぬいぐるみを抱えてね。結局渡せなかったが。はあ、パティの兄弟ができるとこだったんじゃ。二人目の人形が。どうして渡さなかったんですか。ユリアさんきっと喜んだのに。だろうにな。今さら父親面でお祝いなんてできないと思ってね。私は何もしていない。あの栄光はユリアが一人で勝ち取ったものだ。私は本当に何もしていないんだよ。最近は会話を交わすことすらまれだからね。うん、ほうか。どうしてユリアさんを遠ざけるんですか。ユリアちゃんもう遠くに感じとるんよな。昔からずっと迷っているんだ。ユリアを学問の道に引きずり込んでいいものかとね。ユリアちゃんは、少なくともユリアちゃんは自分が好きでやいよるような感じだったぞ。この世界は厳しいんだ。孤独で静かで残酷だ。耐えられるものはそう多くはない。東国の父は、父の言葉には重みがあった。物理の世界で最高峰の位置にたどり着くまでにはきっと想像もできないほどの苦しみを乗り越えてきたのだろう。次女のジュリーのようなタイプはいいんだ。ジュリーは生まれついての物理の虜でね。世界に自分一人取り残されても構わず研究していけるだろう。すごいね、マッドサイエンティスト的な感じがある。だがユリアは違う。あの子の幸せはきっと。突然遠くの父が深々と頭を下げた。ユリアのことを頼む。え、それは夫としてですか。ちょっとやめてくださいよ。そうです、そうです、まだ俺たち高校生なんですよ。結婚はちょっと。君しか頼めないんだ。頼むって何ですか。また
仲良くしてやってくれないか。仲良くですか。別に遠ざか、なんか理由があって遠ざかというわけではないと思うんやけどな。あの子は強そうに見えるけど、その実寂しがり屋なんだ。そうなんですか。むしろ孤独を望んでいるような気さえしてましたが、うん、でも時折さ寂しそうな顔があったり、前あってなんか 100% 確実と分かっていながらも京介くんに確認というかしたこともあったし、ユリアちゃんああ見えてさ人と話してるっていうか安心に思えるタイプやけん、一人で降りたいっていう気はそろそろないんじゃないかな。そうであろうと自分に言い聞かせているだけだよ。私はユリアの望むものを与えてあげられなかったからね。求めても手に入らなかったから意固地になっているんだろう。あれ、どうでもいいけどお父さんの声どっかで聞いたことあるな。声優さんなんかこの声聞いたことあるよな。声優さんの名前は覚えてないんやけど、ちょっとこの声は聞いたことあるよな。私ではダメなんだ。視野が狭すぎて、どうすればユリアを幸せにできるのかまるでわからない。東国の父が再び頭を下げる。どうかあの子に居場所を与えてやってくれないか。居場所ならあるはずなんだよ、この仲良し8人組という居場所が。君たちがそばにいてくれればきっとユリアは自分の本当の望みに気づくはず。そうか、自分の本当の望みが分かってないというか、自分ではお父さん家族が本当の居場所って思っとるんだろうけど、でもそれだけじゃないんだぞユリアちゃん。お願いだ、君たちだけが頼りなんだ。お父さん、ファーザー。おう、戻ってきた。なんでこんな大事なことを忘れてたんだろう。二階堂にも思い出した内容を詳しく説明した。そんなことがあったのね。東国のお父さんが言っていた、僕にとっての大変なことっていうのはよく思い出せないんだけどね。二階堂は何か覚えている？ いえ、何も。そうか。そうだよな。まあ、とにかく今は思い出したことをすぐに東国に伝えてくる。本当にありがとう、二階堂。ありがとう、カレンちゃん。僕は二階堂を整理して書き出した。ユリアちゃん、居場所はあるんだよ、ここに8人という居場所が。おうおうおう、あ、ホテルね。ホテルのユリアちゃんの部屋やな。深呼吸をしてドアをノックした。寝てんのかな。東北はいつも夜遅くまで物理の研究をしているからまだ起きているはずだ。そうか。おうおう、ほんま。桜井くんにしては非常識な行動だね。ごめんね、ユリエちゃん。そうそう、寝るところだった。どうしても話したいことがあって。犯人探しをやめてほしいっていう話なら無駄だよ。僕は急いでいる、もう待てない。そうじゃないんだよ。それはそうなんだけど。あ、そうだった。違う。俺とユキオスキ君の言い分が食い違ってまた。まずは僕が思い出した君のお父さんとの話について説明させてほしい。そう、お父さんは別にユリアちゃんをのけ者にしとるとかそういうんじゃない。僕の父の話。僕は丁寧に記憶の中にある東北のお父さんの言葉を説明した。東北の父が娘の幸せを考えてあえて突き放していたこと、表彰式にもちゃんと言っていたこと、そしてプレゼントのぬいぐるみを用意していたことを一つ一つ伝えていく。そう、ユリアちゃんのお父さんだったんだよ。本当の意味でのお父さんだったんだよ。
東国は大切にされていたんだよ。大切にされていたからこそこっちの世界に巻き込むかべきか悩んでいたのがお父さんだった。ちょっとした行き違いで互いの思いが届いていなかっただけなんだ。人間で分かり合うことがなかなかできない生き物だよね。お父さんは東国のことを大切に思っているよ。何それ、父が、父さんが僕を思ってる。ああ、お父さんの中にはいつだって変わらず東国の居場所がある。ちょっといなくなったくらいで失望されることはない。だから焦ってここを出て行こうとする必要なんてないんだ。そうそうそう。お父さんは東国が僕らの中にこそ居場所を見つけることを望んでいた。僕らだってそれを望んでいるよ。だから昔みたいに8人で力を合わせよう。そうすれば脱出の方法なんてすぐ見つかるはずだ。犯人を探して仲違いするよりもそっちの方がよっぽど素敵だと思わないか。熱を込めて訴える。君はお父さんにも僕らにも大切に思われている。居場所がないなんて言わないでくれ。出て行って。え？今の僕は混乱してしまっているみたいだ。合理的な判断ができる気がしない。でも出て行ってくれ。あ、分かった。こんな夜中に突然本当にごめん。ユリアちゃんの中で何かが弾け飛んだ気がする。道具の剣幕か、これ剣幕に押さえて僕は彼女の部屋を後にした。道具がこれで考え直してくれたらいいだろう、いいという痛切な願いを込めて。けどこれが事実なんだよ。みんなはそう思っているんだよ。道具は考え直してくれただろうか。そればかりが頭をめぐって昨夜もあまり眠れなかった。スクランブル交差点でぼーっとしていると鍵山が声をかけていた。みんな眠そうだ、ね、って言ってもユリアちゃんおらんのか。ユリアちゃんおらんの。みんなこんなに集まっとるのに。あー眠かったよ。昨日の夜ずっとユリアちゃんとどういう家族になろうと思う考えとったもんな。少しね、こんな世界だ。町工事やユウみたいに元気にいられるわけじゃない。この二人がすごい気丈なんだよ。東国さん遅いね。そうだな、町工事ですらこうこういう涼しい顔で座ってきているのにね、もう反省したんだろうな。ユリちゃんおらんのやな。ああまだ寝ているのかな。昨夜はだいぶ混乱した様子だったし遅くまで眠れなかったのかもしれない。時間は8時を15分ほど過ぎている。東国以外は全員揃っている。おそらく東国が来たら再び調査になるだろう。僕と東国の調査は終わった。犯人を見つけることでしか脱出できないと彼女は結論付けた。きっと今日みんなにその話をするのだろう。東国に対抗するための考えはもうない。昨日の言葉で考えを変えてくれない限り僕にはどうしようもない。どうなるんだろうな。ユリアちゃんの考え出した答えっていうのは。東国を待ちつつも彼女の姿が現れないことに内心ほっとしていた。談笑を眺めながらこの時がずっと続いてくれればいいと諦め半分で願った。大きな間違いを犯していることに気づきもせずに。ん？どういうこと？それ以降東国が姿を現すことは
二度となかった。な